アキラ頑張ってこいよ。父は町の名物男だった。邪魔じゃん、ほら邪魔じゃねえ。あいつはな、気持ちが整理できんなると爆発するんじゃ。赤ん坊と一緒。みんなはこう言った。トンビが鷹を生んだ。人間元気で生きとんのが一番よ。それにお前の子じゃったら優しい子になるわい。美佐子、お母さんがなんで亡くなったんか何も知らんと。悲しみが地面に降ればどんどん積もる。だが海は何度雪が降っても知らん顔して黙って飲み込んどるわ。よし、お前は海になれ。こうして父と僕の二人きりの生活が始まった。僕のお母さん事故で亡くなったんやけど、どんな事故じゃったん？もう通用せんよ、ごまかしは。お母さんはお父さんを助けて死んだんじゃ。親父が死ればよかったんじゃ、お母さんの代わりに。一人で何度途切れても必ずつながっていく親子の絆。彼ね、入社試験の作文にお父さんのこと書いたんですよ。アキラはみんなの子じゃけえの。お前一人ならとんだ腐れ芸能に育ったとこじゃ。山あり谷ありの方が人生の景色は綺麗なんよ。みんなの温かい手で彼は大人になった。父に僕はまだありがとうを言えていない。アキラトンビ。